男子フィギュアスケート高橋大輔選手スペシャルインタビュー。続いて話題はリンクの外での意外な一面。ちょっとですね、ここでメッセージをもらってるので、はい、栄養アドバイザー石川光さん情報です、はい、好き嫌いはないものの、野菜などを切るサイズや出汁にはこだわりがある。ただ好きな食べ物はハンバーグやクリームシチューなど子供っぽい、はいはい、それ間違ってませんちょっと意外な感じしますけどね。そうですかね、なんかね、男っぽいイメージが。あ、そうですか。僕はあるから。あ、そうです。ハンバーグとかクリームシチューちょっと意外な感じしましたけど大好きなんです、洋食が。あ、そうか。オムライスとか。あ、好き、はい、うん、ちょっと意外な印象です。そして荒川静香さんからも聞いてます、はい、一見しっかりしてるように見えるが朝がすごく苦手。はい、本当に苦手。そう、苦手です。よく寝坊して周りのスタッフに迷惑をかけることもあります。そしてなぜか自分が悪いと思っていないらしい。そうですね、あの、謝れないんですよ僕。ごめんなさいって言えないんですよ。かわいいね